日曜日のお金かけで求人かけ。お金かけだって女の子だね。姫。もう一回ぐらい出してほしいな。やだ。やだ。なんか2回目は若干安くなるって言ってたわけさ。若干って言うわよ。1000円よ。500円で。サザエ堂の特色、上りも下りも、階段がない、ない、ないないない、一度通ったところは、二度と、通らない、ない、ないないない、なるほど。福島県会津若松市、白虎隊、自陣の地として、知られる飯盛山に、とても不思議な仏像があります。過去にブラタモリ、会津編でも紹介されています。なぜ、サザエ堂、
と呼ばれているかというと、その形がサザエに似ているからです。シンプルですね。いました。そう、こちらは世界にただ一つしかない不思議な建物、国の重要文化財。サザエ堂の内部には、参拝者が上り下りするための、螺旋状のスロープがありますが、なんと、不思議なことに、そこでは上る人と降りる人がすれ違うこと、いわゆる、遭遇することは、絶対にありません。世にも不思議な二重螺旋の、スロープには、ロマンがたくさん詰まっています。このような世にも不思議な二重螺旋の、スロープは、世界でここだけ、世界でここだけなんです。絶対、必見です。会津サザエ堂は、1796年、福島県会津若松市の飯盛山に建立された、高さ 16.5 メートル、六角三層のお堂です。正式名称は、円通三層堂と言います。当時飯盛山には、正倉寺というお寺があり、その住職であった育堂の、考案した建物です。その独特な二重螺旋のスロープに沿って、西国三十三観音像が安置され、参拝者はこのお堂をお参りすることで、西国三観音参りができるという、大変合理的なお堂です。また、上りと下りが全く別の通路になっている一方通行の構造により、たくさんの参拝者がすれ違うことなく、安全にお参りができるという世界にも、珍しい建築様式を採用したことで、建築史上その特異な存在が認められ、平成7年に国重要文化財に指定されました。サザエ堂に入りますと、上りに1回転半、下りにまた1回転半、合計3回転することになりますが、三層堂の、層は、巡る、という意味があり、3回巡りながら観音様を、お参りすることになります。以上、会津サザエ堂オフィシャルサイトから、一部抜粋しました。レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチにも、このような二重螺旋のスロープを描いたものがあるのですが、建築物として実在しているのは、世界広しといえども、ここだけなんです。世界で唯一ここだけ。下るとき、登ってきてる人がいましたが、すれ違うことができませんでした。二重螺旋のスロープが、どうなっているのかを、考えながら下りましたが、さっぱり、わかりませんでした。
海道、上りと下りが別通路の二重螺旋構造、ここが出口ですね。裏の方に出てきました。新型コロナウイルスに完全勝利してから、ぜひ、飯盛山の、サザエ道を訪ねてみては、いかがですか？